テネシーは南北戦争中の砲殻型装甲艦でアメリカ連合国海軍が建造したがアメリカが州国海軍に露隔された。南軍においてはフランクリン・ブキャナン提督が司令官を務めるモービルガー艦隊に所属した。1864年8月5日にモービル湾の海戦で北軍に露隔され、8月9日から23日のモーガン要塞包囲戦では 北軍官邸として参加した。戦争終了後の1867年に解体のために売却された。テネシーはアラバマ州セルまで建造され、1864年2月16日に収益した。浸水後、CSS バルティックにアラバマ州モービルまで栄光され、そこで偽装されている。気候は1862年10月であり、船体及び、 木材部分はヘンリー・バセットが担当し、1863年2月に浸水した。その後モービルにおいて蒸気機関と武装の搭載が行われた。蒸気機関は蒸気船アロンゾ・チャイルドのものを使用した。砲角は素材だけが CSS コロンビアと CSS テキサスと違っていた。装甲板は厚さ2インチ、幅1 0インチであり、CSS ハンツビルや CSS タスカルーサのものと同じであったが、これらの艦が2層装甲であったのに対し、テネシーは3層装甲を採用していた。装甲版は、アラバマ州、シェルビーのシェルビー鉄工所で製造された。フランクリン・ブキャナン提督は1863年9月20日付の海軍長官、スティーブン・マロリー宛ての手紙で以下のように述べている。テネシーは、ブキャナン提督の機関となり、 1864年8月5日のモービル湾の海戦では勇敢に戦った。その朝、テネシーと木造砲艦 CSS、ゲインズ、CSS モーガン及び CSS セルマは北軍デビット・ファラガットが指揮する有力な艦隊に向かって出撃した。北軍艦隊は4隻の装甲モニター艦と14隻の寄贈艦から構成されていた。 北軍艦艇の方が有速で、昇格攻撃は実施できなかったため、テネシーは近距離から激しい砲撃を行った。南軍砲艦はすべて沈没するか、行方不明となった。北軍艦隊は、モービル湾内部に侵入し闘病した。ブッキャナンは、テネシーを自軍要塞の援護下に置くべきだったかもしれないが、圧倒的戦力差にもかかわらず、北軍艦隊を追った。テネシーは、 北軍全艦艇の標的となった。何石かの北軍艦艇に衝突され、脆弱であったソーダチェーンが砲撃により破壊された。動くことができなくなったテネシーには、重い実体弾が繰り返し命中した。ブッキャナンと他に8人が負傷し、艦自体の損傷も大きかったため、テネシーは降伏を余儀なくされた。テネシーを露革した後、北軍は直ちに損傷箇所を修理し、 合衆国海軍に編入した。艦長にはピエールジロード隊員が任命された。テネシーは8月23日のモーガン要塞の攻撃に参加し、同日の要塞降伏をもたらした。秋に入って、テネシーはモービルからルイジアナ州ニューオーリンズに移動し、修理後にミシシッピガー艦隊に加わった。翌年4月の戦争終了後もしばらくの間、テネシーは ミシシッピ側に止まった。1865年8月19日、テネシーは退役し、ニューオーリンズでドックに入った。1867年11月27日にオークションで JF アームストロングに売却されるまでその地にあった。船体はスクラップにされたが、7インチブルック市場法2問及び6.4インチブルック市場法2問は、 現在もワシントン海軍交渉の兵器博物館に展示してある。二重体補強型6.4インチブルック市情報1問がバージニア州ノーフォークのアメリカ艦隊総軍に展示してある。フォトス・オブ・ CSS ・テネシー。ありがとうございます。